トラさん、XB38 さん、かわいいということで、皆さんどうもありがとうございます。めっちゃやばくないですか、これ。これ。この2人。はい。で、座布団3800円ぐらいしました、これ。もう高え、これ。3900円。これ、はい。3900円してますんで、まあまあのお値段してますんで、お値段が知られたらまずい方は、お値段は内緒にしておきましょう。ただね、これどうするの、これ。これ、奥さんが、出産した時に、なんかこれ、こういう座布団に、はい、座ってましたけど、これどうするんだっていう、この座布団。とりあえず今敷きます。で、このバッグ、これも買っちゃったんですよ。これもね、このスイスイサマーっていうやつで、バッグ、これ買ったんですけど、このバッグがね、もうね、使いづらい。もう機能は全振りでもう多分捨ててますね。このもう、この、ここの、チップとデール。すると、このまあ下の、まあ、下は多分これ汚れない、目立たないようにこういうやつになってるなと思うけど、まあとにかくね、まあいろいろちょっとまあ思うところはあって、ちょっと微妙な感じです、このバッグ。でもね、めちゃ可愛いんで、もう、機能よりデザインを取りました。もう。はい、このバッグも今日一日使ったけどいろいろ使いにくかったんでパークに行ってこれ買ったんですよ。このなんていうんですか、このこれはドリンクホルダーじゃなくてペットボトルホルダーとか水筒とか入れ物なんですよ。本来はこういうトートバッグ、ここにこう外ポケットみたいなやつがあってそこに水筒とか入れるようになってたんですけど、これはご覧のようにそういうのないんで、はい、ないんで、そのあれを捨ててますね。で、で、そこに、この水筒を、こうやって、こうやって入れとけば、うん、こんな感じで、入れとけば、まあまあ、今水筒入れがなくても、まあ、使えるじゃないかなと思っても、これも今日買い足しました。はい、それとあとは、ああ危ねえ。とあとはこれこれ、はい、新しいデザインのリゾートライナーのフリーパスのチケット、これ乗らなかったんで子供用を買ったんですけど、いや、乗ったんですけど、乗ったのは、普通のピピって乗って、で、これだけ別で買ったんですけど、よくよく考えたら乗るんだったら、大人用買えばよかったんじゃないかと思った、このスイスイサマーデザインの、このチケットホルダーじゃなくて、これ何だったっけ？あ、フリーパスのカード。かわいいか、これも。で、で、これ。このスイスイサマーっていうんですか、それのコップ、これめちゃ可愛くないですか、これね、ガラスと思ってたんです。帰って家で昨日ちょっとこれ水とかお茶飲んだりしたんですけど、それまでこれガラスと思ってて、すごい大切に持って帰ってたんですけど、帰ってみたらあれ、これプラスチックやんって。プラスチックさ、ここか、聞こえますかね、これプラスチック。はい、まあ、そんな感じで。ってことで、まあ、以上かな、買ったの。あと、もう一個あったけど、ちょっと今ここにないんで、あ、これいけんな、これ全部取れちゃった。靴下ごと取れちゃった。とりあえず、乾杯しましょうか、皆さん。お疲れ様です、ということで。これ非常に危ない、この電子機器がいっぱいあるところでこの水を出して乾杯してやるっていうのがもうで非常にデンジャラスな感じなんで、こぼさないうちにちゃんと乾杯 したいと思うんですけど、どこまで見たっけ、チャットの富士の虎さん、スイスイサマーかい、そうそう、スイスイサマーですね。スイスイサマーってじゃないの、これ違うの、スイスイサマーって書いてあるんですね。スイスイサマー。
で、XP さんのやつさん、1、2年前のスイスイサマーですら年号を書かなきゃ数年越しで販売できる。ああ、それはね、もういいと思います。あの、覚えてないんで、あったことを。いいと思います。あ、イソングスさん、イソングスさん、どうもこんばんは。ご視聴いただきありがとうございます。で、同じくイソングスさんで、スイスイサマー運営からしたらコスパいいな。ああ、そうでしょうね。私こんだけ言ってるけど、これが今年モデルなのか去年モデルなのか全然わかんないし、まあまあめっちゃ可愛いと思うんで、帰ってもしかして、あ、同じのやったって思うかもしれないですけど、まあそれはまあいいでしょう。ということで、かぼちゃさん、プラスチックなら欲しい。あ、プラスチックですね。私ガラスと思って買ったんですけど、結構1800円ぐらいしたんで、ガラスと思ってました。はい、プラスチックでした。ということで、じゃあ乾杯したいと思いますので、皆さん、あの、ご賞はお願いします。ということで、で今日も一日お疲れ様でした。はい、乾杯。かわいい、これかわいくないですか、めっちゃ。はい、あ、はい、ということで、今日もあのライブ配信始まりましたか。今さら聞いて悪いですけど、あの、すいません、最初マイクのスイッチが入ってなくて、無音の状態で繰り広げられてたと思うんですけど、今はマイクの調子とバックミュージック、もうちょっとバックミュージックをだいぶちょっと今日は小さくしたっす。なんかちょっと自分で聞いてて、バックミュージックがすごいちょっと耳にキンってくる時とかあったりしたんで、ちょっとバックミュージック、ちっちゃくしましたってことで、富士の寅さん、かぼちゃさん、XP38 さん、イソングスさん、乾杯ということで、どうもありがとうございます。乾杯。あ、でももう、よし。で、ここで、で、また前回と一緒で、これ、前回と一緒で、ここに、多分、ちょっと待ってくださいね、ここにですね、こうやって、こうやって、来た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 。これね、昨日ね、撮った写真をこうやってスライドショーで流しながら、まあ、配信していければいいかなというのは、こういうのができるのがまたこのパソコンの、いいとこじゃないかなと思うんですけど、これで今日はやっていきたいと思いますんで、もうこの配信も15回、嘘、13回。いやー、皆さんお付き合いいただきありがとうございます。もう本当、もう今日ちょっと XP38 さん、かぼちゃさん、トラさんで、いっそんぐっさ、はい、ということで、とりあえず今のとこはそうですね、これでやっていきたいと思いますね。まあでもパーク2日間行ったんですよ、昨日。結局ですね、昨日ちょっと、あの、会社の、まあちょっと接待的なことが築地のちょっとホテルでありまして、そこ行って、でそれからまあ、それが終わって帰りましょう、でバス出るんで送りますよって言われたんですけど、いや、すいません、私行くとこありますんで、あの、ここで失礼しますって言って舞浜行って、もうめっちゃ楽しかったんですけど、あれですね、でまた今日も行くっていうですね。いや、でもね、やっぱ最高に楽しいですね。で、まあ、今日はまあ早めに舞浜行って、早めに切り上げて、それからまあちょっと秋葉原の方に行って、秋葉原ももう楽しい。で、これちょっと待ってよ、これ今このチップとデールのこのこれに座ってたら顔が切れてる、顔が切れてるんで、ちょっとここで、ちょっとここにおってもらおうかな、形、ここに折ってもらいましょう。見えてますかね。あ、XP さんです。さん、 D 音たちにとっては既視感という、既視感というのか、これは損というか物珍しさがない。あ、そうなんですか。へえ。いや、でも今日もボンボヤージュ、昨日もボンボヤージュも行きましたけど、もう飛ぶように売れてまして、そのこのバッグとこのクッションと、
めちゃ売れてましたよ。あと T シャツ、なんかこういうなんかおしゃれな T シャツあります。最初はね T シャツ買いに行ったんですよ。子供たちと奥さんとお揃いで T シャツ買おうと思って行ったんですけど、子供たちのサイズがちょっと分かんなかったんで、このぐらいかなっていうのはあったんですけど、ちょっと微妙だったんで、奥さんに電話したら電話出なくて、でまあ結局子供たちの服は買わず、このトートバッグ買いました。これも4000円ぐらいしたのかな。で結構まあ容量はあって、ちょっとこれ失礼しちゃって、容量はあるんですよ。結構物は入って、これ見えるかな、このぐらいでいいのかな。まずですね、これ私がいつも使ってる iPad mini で、 iPad mini でこう文章を書いたりする時のためのこのなんかこのちっちゃいキーボードで、あとこの、あ、これちょっと今何も入ってないんだけど、これ SD カードとかあのカメラ関係のデータをやり取りするハブとか入れてるこの袋、それとこれがあのカメラのバッグなんですよ。でレンズとかその使うこういうコード類とか、あとこれもそうなんですけどね、これもあのこのカメラのこのひさしというかこの液晶がこう見やすいようにするこういうやつとかをこの中入れてるんですけど、これがすっぽり入る大きさなんで、もう大きさ的にはちょうどこれカメラインバッグで、ちょうどこれ中にねこれクッションになってるんですよね。カメラとか入れてこう衝撃から守るように、これがちょうど入るんで、まあシンデレラフィットと思って、であとあのこの肩紐がね、まあ、ディズニーのバッグどれもそうなんですけど、肩紐が細くてあの肩食い込んじゃうんで、荷物が多いんで私だから、その私他のバッグでも使ってるこの肩当てっていうんですかね、これこういうやつがあるんですよね。でこれを当てて荷物乗せてもいいような感じにして、でこれはこれ映るんかな、これどうかな、これチャックのとこにこのミッキーとミニちゃんのジャングルカーニバルでもらったあのキーホルダー的なやつ、これをつけて行ってます。ただ今日ボンボヤージュでこれどうしようかなって悩んでる人が見て、私がやってるのを見て、ああめちゃ可愛いやんあれとか言ってたんで、営業活動あの方してきました。いいやろっつって、これめちゃ可愛いと思いますんで、夏はやっぱこれの方が、以前持ってたあのすごいカラフルなバッグもすごいおしゃれと思うんですけど、夏はなんかこういう方がこうすっきりさっぱりして、まあ、ちょっといいんじゃないかなと思って、はい、バッグ買っちゃいました。またバッグどんだけ買ってんだって話ですけど、いやほんとね楽しいんで、バッグが可愛いんで、あとそれと今日はですね、昨日ミラコスタ行ったんですよ。でミラコスタ行って、これ誰だっけ、これスーベニアメダル、多分これで合ってるのかな、これ、あカメラで見えるかな、これスーベニアメダル、これですね、多分チップと出るじゃないかなと思うんですけど、このスーベニアメダルもらったんですけど、これ絶対こんな感じだ、曲がってるんですけど、これまっすぐならないんですよね、こうやってもまっすぐならないんですけど、まあ、このスーベニアメダル、チップと出るの、そうですね、チップと出るのスーベニアメダルで、今日はアンバサダーホテル行ったんですよ。エクスピアリの奥にあるじゃないですか。そこ行ってきて、なんか結構外から見たらすごい工事中で、これ大丈夫かとか思ったんですけど、中は普通通り営業されてて、そっちでは今日はね、アンバサダーホテルでは、ミニーちゃん。ミニーちゃんの、あちゃーちゃん。はい、失礼しました。ミニーちゃんの、スーベニアメダルを今日は、買いました。これまたどっかなくしちゃったらいけないんで、ちゃんと保管しとかなきゃね、こういうとこ。はい、で、どこまでなんだっけ。
細田さん、細田さんどうもこんばんは。ありがとうございます。あ、乾杯ということで、はい、今日も水飲んで、これ買ったコップ1800円だったかな、このコップで乾杯してますんで、乾杯。ありがとうございます、ようこそ。で、XP さんですね、結局インはしなかったんですか。はい、イン しませんでした。お土産ちょっといっぱい買っちゃったんで、インはせず、はい、迷ったんですけどね、迷ったんですけどもインしなかったっす。もうまた行けばいいかと思った。でも外からね、ディズニーシー駅のテラスから外からビリュー見たりして、なんかこの感じというか雰囲気はすごい味わってきたと思いますんで、でこの格好で行ってるんで、まあ普通の人から見たらディズニー帰りって思うと思うんですけど、実は行ってないっていう。でも前浜は楽しんできました。で、イソングスさん、接待で時間取られるのかわいそう。接待はどっちかというと今回私はされた方なんで、築地のなんかホテルのお食事どころにちょっと招待されて行ったんで、どっちかというとされた方なんで、まあご飯も食べたしまあいいんじゃないですかってことで、XP38 さん、マジですか、今日秋葉行ってきまし行ってました、マジで。いや行ってましたよ、秋葉のヨドバシカメラ行って、で電気街をちょっといろいろ回って、で電気街のところに、なんだっけ、カメラの北村の中古ショップを扱ってるところがあって、そこにですね結構掘り出し物のカメラのレンズとかあったりして、それをちょっと見に行ったりしたんですけど、今回は何もなくてですね。でまあちょっとこのパソコンでこう今配信こうやってるじゃないですか、画面がちっちゃくて字がよく見えないんで、なんかもうちょっと大きいモニター買おうかなと思って行ったんですけど、まあ種類がめちゃくちゃ多くて、どれにしようかなと思って結局分からず、でもなんか分からなかったですね。分からないからまあいいや、もうこれで今このやってる、これも今 MacBook Air っていうやつで今やってるんですけど、まあまあこれでまあいいんかな、とりあえず。とりあえずでも今だって、まあ今更聞いたかな俺。カメラの調子とマイクの調子、あとバックミュージック、いかがなものでしょうか。一応こっちのなんかこういうやつがあるんですよ。これちょっと見えないのかな、これちょっと無理だな、これ今トラブっちゃうんで、なんかこうあるんですよ、こう DJ みたいなやつがあるんですけど、これではちゃんとグリーンランプに点灯してて、音声がちょっと大きすぎると黄色になったりするんですけど、それも今グリーンランプ点灯でしっかりいってるんじゃないかなと思うんで、まあ、多分大丈夫かなと思ってますね。はい、まあそんな感じで、なんかマイクが映ってないの、マイクがちょっと映ってるな、そこに。こんぐらいにしようか、このぐらいで外れたかな、ここがちょっと映ってましたね、このマイクのなんかこういうこのなんかこれがねちょっと映ってたんで。あとね、あとあれも買ったんですよ、あれちょっとペットボトルホルダー買ったんですけど、あのこう瓶のやつ、ちょっと今それちょっと今手元にないんで、なんか向こうに置いてきちゃったかな、はい、ちょっともないんであれですけど、藤野寅さん、合計いくらしたの。ですね、昨日1万1000ぐらいしたんですよ、で今日4000円ぐらい買ったんで、トータル1万5000円ぐらい1万5000円ぐらい使っちゃいましたね、もう。はい、まあ、魚釣り私してて、釣り具屋が魔界っていう風に表現されてたんですよ。行ったら欲しくなっちゃう、行ったら買っちゃう、もう足を踏み入れてはいけない魔界っていう表現を釣り具屋のことを言ってたんですけど、もうディズニーストアというか舞浜、あの辺がもう全部魔界ですね、私からしたら。もう行ったら欲しくなる、だってもう可愛いじゃないですか、これもこれとかももうね、これも何に使う、これだってあのパーク内でこれ使うわけには多分いかないと思うんで、これ座って待ってたらまたクソ荷物になるんで、パークでは使えないと思うんですけど、ね、これいいっすよね、これ。
はい、買っちゃいました。もうで行かないに越したことないですね。舞浜行くとやばいっすね。で最初は舞浜のスターバックス行って、あの動画編集でもちょっとしようかなと思って行ったんですけど無理でしたねそこでおとなしくしとくようなことはできないもうすぐ、いやでも今回は降りて、とりあえず昨日ねディズニーランドホテルとミラコスタ行ったんで、今日アンバサダーホテル行こうと思って、まあ、そう思ってアンバサダーホテルも行ったんですけど、いやいいっすね、やっぱりそう高い、すごい高いじゃないですか天井が。それこそ今ないのかな、出てないのかな、あ出てないね出てない、あこれ今ちょうどビリーブが出たところの昨日の写真が出てるんですけど、これちょっとタイムラグがあるんで今言っても多分今もう出てないんだろうな、これ回って回った時にはっていう感じではい、まあ、とりあえず行かなくても舞浜は満喫してきました。で、イソングスさん、本当に売れてるのか、オリエンタルランド社が在庫がいつも通りバカみたいに少ないのか。で、XP さんです、あまりにも肩のバランスが崩れるから安易に肩掛けに移行できない。ああ、それはありますね。片方の肩にみんなかかっちゃうんで、肩が悪くなっちゃうんで、だからクッションでちょっと緩和させたり、いらない時というか、まあ、不必要な時はもう下ろすようにしてますね。で、インするわけでもなく舞浜行くって関東民のいい転用ですよね。いやだって、いや最初は野球見に行こうって誘われてたんですよ。今日はね、千葉ロッテマリーンズとどっかの試合があったんですよ。千葉のそのディズニーランドの隣ぐらいのとこで。それ誘われてたんですけど、いや、この前も西武ライオンズ見に行ったから、うん、行かなくていいよっつって、ちょっと今回はお断りして、また今度の、西武ドームである時のやつ行きましょうって言って、今回お断りして、私は2日間舞浜行きました。で、XP さんですが、まさに秋葉のヨドバシでベイブレード買いに行ってました、マジで私はね、秋葉行ってもヨドバシカメラ行ってもね、3階までしか行かないです。3階がソニーのカメラエリアなんですよ。2階がパソコンの付属品エリアなんですよ。で1階は奥の方にこういうスマホのグッズとかいっぱい置いてあるじゃないですか、ガラスとか。そこまでしか行かないですね。でそこで実際のものを見て買うのはアマゾンで買ってますってはい、すいません。で、エクスペアのもろもろ問題なしですけど、ありがとうございます。ちょっとね、最初本当すいません、一番最初マイクがぶっ放しててマイクの電源が入ってなくて、無音のまま始まるっていう、またもう放送事故みたいなことやっちゃいましたけど。で、イソングスさん、グッズいろいろ買ってるとやっぱ1万5千ぐらいは行くよね。あ、行きますね、もう。でもまあそれ行った分食品を一応契約してるんで、まあカフェ行ったりしますけど、今日も晩ご飯は駅の、牛丼屋で、牛丼食ったし、あ今日は豚丼か、豚丼食べたし、お昼はヨドバシカメラの1階にたこ焼きのたこちゃん、なんだったっけあれ、一階にたこ焼き屋があるんですよ、ヨドバシカメラの一階出てすぐのところに。でそこに、そこのたこ焼きがいつも美味しそうな匂いするんですよ、ヨドバシカメラに入るときに。でずっと食べたい食べたいと思ってて、今日ついに行ったら誰も並んでなくて、それを買って食べるっていうですね。いやもうね、最高にうまかった。でトラさん、そうそう、行ったら欲しくなる、確かに魔界だ。そう、ほんと魔界ですよ。ほんとあそこはね、負のエリアですよ。もう私たちゲストからお小遣いを吸い上げられますからね、全て。でもいいのが、やっぱりディズニーランドホテル行ってもまあまあグッズ揃ってるし、ミラコスタ行ってももう揃ってるし、で今日のアンバサダーホテル行っても揃ってる。もうどこ行ってもいい。で全てを統括してもめちゃくちゃ物が多いのがボンボヤージュ。
でもボンボヤージ行くとめっちゃみんな買ってるんですよ。今日もすごい家族連れで、あのこのスイスイサマーの T シャツをめちゃくちゃ10枚ぐらい入ってる方とかいらっしゃってすげえなこの人たち、何人家族なんて思ったんですけど、いやそのぐらいですね。あそこ行くと財布の紐が緩んじゃいますね。もう皆さん買ってるんでいいかなこれぐらいって。だから本当はこのドリンクホルダーもこれと、もう一個あのちょっと待って少々お待ちを。ただいま、あ戻りました。これも買ったんですよ。このこうした方がいいんかな。これなんかペットボトルをこうやって、あこれやばいけど無理なのかな、これやばいから無理かもしれない。入った。こうやってこう入れれるやつなんですけど、こっちの方がどっちがいいですか、これとこれ。こっちのペットボトルホルダーと、まあ、こっちの方が水筒入れたりペットボトル入れたりできるんで汎用性はあると思うんですけど、ちょっとでかいんですよ。これがだけはバッグの後ろでなんかブーラン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 ってなっててでかい。これ2個買っちゃいました。そういうとこですよね。そういうとこを気にしないといけない。で、この前の配信見て思ったけど、この周りが汚い、こういうのをね、一回一回こうしっかり整理しないと、パッと聞いた時に汚ねえなこの人の家と思われちゃうんで、はい、まあ、そんな感じで、XB さんですが、結局ニューチャプタービギンズ展行きました。あれですよね、エクスピアリであのやってるあのファンタジースプリングのやつですね。あれね行ってないです普通に入ったら1300円なんですよ。でなんかいろいろ特典というか、こうこれあったらいいですよとか、ディズニーカードで払ったらいいですよとか、なんかいろいろ特典があって4パターンぐらい特典があって、それはクリアしてたんですけど、なんかよくわからないし1000円払うかっていう話なんですよ。まだ本当のファンタジースプリングスも見てないのに、いや今日もめちゃ並んでましたよ。入場に並んでて、あいいなとか思ったんですけど、やめました、はい、かぼちゃさん、私前のアヒルにチップとデール乗ってるケース持ってます。ああこれのデザインが違うやつってことですか。今回はね、チップとデールはサングラスして貝の上で涼んでますね。あとは浮き輪つけて泳いでるのとか。でもこれも今販売してて6月の中旬じゃないですか。本当の夏の7月になったらまだ売り切れてないってパターンですよね、多分このパターン。だからこれ今ここにいたからこういうのを買いに行けて、なんかインスタグラムのフォロワーさんか誰かが行ってて買って知ったんですよ。あ、そういうのやってんだと思って、新しいグッズ売ってんだと思って行ったんですよね。で、XP さんでやってた、船長さんディズニー JCB 作らないんですか。いやいや、ディズニー JCB 持ってますよ。確か、合ってるかどうかわからないんですけど、私はコロナが流行ってる頃にディズニーに行き出して、なんかチケットがね、楽天カードとイオンカード持ってたんですけど、ちょいちょいセキュリティかかって買えなくなるんですよ。で、各カード会社に電話して、セキュリティ解除してもらって、買わなきゃいけないっていうね、一月に1枚か2枚しか買えなかったんですよ。でくっそめんどくせえなと思っていろいろ調べてたら、このディズニー JCB っていうんですかね、それだから私持ってるのは
あのタイムトゥシャインのデザインのやつを持ってるんですけど、それなら素通しで買えますと言うんで、それ作りました。でも今はもうチケット全部ペイペイで買ってるんですよ。だからそれ必要なくなったんですよね、それカードだけで。カードが多いと支払う日にちがいろいろあるんで、お金入れていくのを忘れたりして、もう冷や汗かいたりするんで、なるべくカードは少ない枚数持って、でなるべくカードじゃなくて現金とか、その交通系 IC カードとか、何ですか、あれなんていうんですかね、あれクレジットじゃなくて QR 払いっていうんですかね、それで、やるようにしてます。いやだからやばいっすね、やばい。で XP38 さん、昔の話になりますが、イベントに連動したグッズじゃないと買う気になれない。あー、そういうことですか。だけどドナルドだったらドナルドのイベントってことですかね。まだそれを思ったら、私ファンタジースプリングス行ってないんですけど、行った時にグッズあるのかって話ですよね、このパターンは。でもまあエリアがあれなんで、だってディズニーランドの美女と野獣のエリアはありますもんね、今でもずっとあるし。どうなんですかね、また行ってなかったら辛いですけど、でもまあこうやって楽しんでるんで、もうそれはそれでいいと思います。もう本当はディズニーシーのチケットがあるんですよね。だから今日でもディズニーシーに行こうと思えば行けたんですけど、なんかどうせ行くならビルも見たいし、でもこの配信もしたいし、じゃあもうやめようってパーク行くなら土曜日行きますちょっと自分なりに今この日曜日のこの配信はちょっと続けていって、まあ前よりもちょっと徐々にいいものをお届けできればと思って、で今ありがたいことにショート動画のパレルのやつとかがすごいたくさん再生されてて、まあいろんなこのアドバイスくれる方もいらっしゃれば、ちょっと変わった方もいらっしゃって、あれなんですけど、まあまあそういう方もこのライブ配信やったら、まあパレードなそういうショート動画上げつつ、こうやってディズニーの楽しいですよっていうのも配信してるっていうのもちょっと見ていただければと思って、この配信はちょっとまあやって、今日が何回、もう13回ですからね、いろいろありましたね。電池がなくなったり途中で止まったり、いろいろありますけども、これでも13回やってきたんで、まあ皆さんもお付き合いいただきありがとうございます。で、細田さん名前書いとかの忘れちゃうんで、とにかくディズニーは楽しいってことで。で、XP38 さん、カバーの方がボトル以外にも入れられるレンズとか折りたたみ傘、これ折りたたみ傘入りますかね、これ20センチ30センチあるかないかぐらいですよ、これなんかちょっと参考になるのがこのディズニーファンしかないんですけど、ディズニーファンが入ってこのぐらいの大きさになりますんで、もしこれ今買おうかなどうしようかなと思われてる方、ちょっと参考になればいいですけど、このぐらいの大きさです、縦がですね。で、横はまあ横、まあ今ので分かるかな、横はまあこんな感じ、横はこんな感じのサイズになってますんで。で、内側がこれ、なんかこのなんかタオルみたいになってるんで、これ前言ってた多分この水滴が、こういうやつはもう今まさにこれもそうなんですけど、こんな感じでこう水滴がいっぱいこうつくじゃないですか。で、この中入れとけばこの水滴が
つかないっていう商品になってるんですけど、まあでも本線はないですね。こっちもこっちは本線ない。こっちなんかはもうもろ外なんであれなんですけど、まあでもこっちの方が楽かな、楽かなと思うし、ただバッグに水筒を入れるのはやっぱこのカメラとかこの例えばこのさっきの iPad とかが入ってるんで、水絶対 NG のやつなんで、ちょっとバッグに水筒を入れるっていうのがちょっと抵抗があるんで、まあ、この外になんか持っとくような方になるかなと思いますね。これか。XB さんたちさん、ドナイベだったらグワグワスティックしか買ってないし、ファンタジースクリームスならファンタジースプリングスならレジャーシート2枚とショッピングバッグしか買ってない。あ、そうなんだ。グワグワスティックだな、みんなグワグワってやってるやつですよね、あれ。あれ今もうないですね、多分。そうなんだ。で、スイスイサマーのミッキー・ミニーのぬいぐるみバッジは足の指があるみたいですね。マジで欲しい。マジで。後で自分で動画撮ってきてるんで、商品見てきてるんで確認しておきます。そうなんだ。足、ミッキーたちで、そう、いつも靴履いてますもんね。で、XP38 さん、ファンタジースプリングスグッズはファンタジースプリングスギフトの店内ぎっしりと遠方にも大量に置いてあったんで、2、3ヶ月はグッズ持ちそう。お菓子は追加生産あるだろうし。そうですね。いや、今回ボンボヤージとか言って思ったんですけど、ファンタジースプリングスのあのラプンツェルのお菓子とか、あのピーターパンのお菓子とか、なんかグミが入ってるのか、目が入ってるのかわからないんですけど、あれ結構置いてあったんで、あ、もうなんか買って、どうぞ買ってくださいみたいな感じになってたんで、あるでしょうね。あんな感じで、他のグッズもいっぱい作っちまえばいいんですよね。そしたら転売する人も、転売する意味なくなりますから、あの物があったらですね、高くなったのでいいんで。だって、カチューシャが6000円とかで売ってありましたよ。なんか調べたら。なんか別のことを調べたんですけど、カチューシャ6000円って、あれってそんなするんと思ったんですけど、2000円か1500円ぐらいのもんじゃないですか、カチューシャ。で、もちちもちさん、もちちもちさん、こんばんはということで、あ、どうもこんばんは、ご視聴いただきありがとうございます。まあこんな感じで、昨日ですね、昨日京都舞浜には行ったんですけど、パークには入らず、このいろいろグッズとか買ってきたんで、まあ、このグッズこれ買いましたよ、ちょっと散財しちゃいましたっていう。細田さん、見てこれ、足あるわ、指がある、ミッキーたちドナルドにも足がある、指がある。え、アヒルって指あるの？こんなとこに、あららら、ら、足あるやん、かわいい。で、デイジーも足が、これ見えるかな、見えてます、デイジー、これかな、ここか、ここだ。デイジーも足しっかりあるわ。チップとデールはもうこれちょっと見えますかね。チップとデールに関してはもうちっちゃくてちっちゃくてわからないですけど、なんなんこの足先まで真っ黒って。いやー、ホストさん、それはまずい情報ですよね。え、足の指が、
足の指これ何本あるのこれ。5本あるの。これまずいんじゃないですかこれ。え ?1、2、3、あ、ミキとミニちゃん、足の指は、4本です。すごっ。あ、こういうとこもしっかり作り込まれてるのがまたちょっと楽しくなっちゃいますよね。いや、ホスタさんすごいですね。それナイス情報ですよ。これ知らなかったんで。いや、足だ。でも日焼け対策してるけど、これ黒いんでしょうね。ミッキーとミニーちゃん。それともミッキーとミニーちゃんって裸は黒なんですかね。確かに黒で、もちちもちさん、スイスイサマーグッズかわいい。あ、そうそう、めちゃかわいいんですよ。もうもうね、かわいくて、理性が崩壊しました。この今サムネにしてる、こっちがサムネかな、デール、うん、このサングラスしてて、このクッションなんですけど、デールとこっちが違ったこっちがチップか、すいませんこっちはチップでした。でこの辺のこう頭の上の感じとか、この背中の感じとかもめちゃこれかわいい。お尻かわいいって、もうすごいしっかり、ね、こっちもデールのこのお尻もめっちゃ可愛いっすね、これ。買っちまいましたよ、もう。可愛いんで。どこでだっけ？細田さん、足先まで真っ黒だね。靴脱いでるだけで可愛い。そうそう。靴脱いでるだけで可愛い。もう、やばいですね、これは。これはやばい。で、かぼちゃさんかわいいっつって、あ、ほんと足があるって。で、トラさんほんと足があるか。で、細田さん、ディズニー YouTuber さんからの情報ですって。あ、すいません、あの一応一人でディズニーチャンネルっていうのを運営してまして、ディズニー YouTuber なんですけど、どっちかというと私は皆さんに情報を教える方じゃなくて、皆さんから情報を教えてもらうっていう受け身の立場でいますんで。で、本当なんかこういろいろ調べたりなんかこうやってる人すげえなと思うんですよ。で、なんかちょっと間違えればすぐ上げ足取る人がいるし、ああもうめんどくせえとか思うんですね、もう。もうとにかく今は僕はめんどくさいのが、このカメラがあるじゃないですか。カメラが、これ一眼、ミラーレス一眼っていうらしいんですよ、このカメラが。で、今までずっとあったのが一眼レフっていう、まあ大体みんな一眼レフって僕も言っちゃうんですけど、一眼レフってね、ちょいちょい言ってるんですよ、いろんなショート動画とか、今日は一眼レフで撮りますと言ってて、で、それはね、一眼レフじゃなくてミラーレスなんだよとか言って、言ってくるのが、もう、それ分かる人の世の中どんだけおるんと思いながら、もうめんどくせえなと思いながら。やってますけど、まあ、せっかく教えていただいてるんで、まあ、すいませんってことで、もちじもちさんかわいいってことで、かわいいっすね、ほんと。で、昔浮き輪素材の浮き輪型スーベニアコースターあったスイスイサマーデザイン。あ、そうなんだ。で、あ、細田さんもありました。いや、スーベニアの、なんか、スーベニアにはあったっすよ。浮き輪の、こう、手につけるチップとデールはあったっす。こんな感じで。こんな感じで、これを腕につけるチップとデールはあったのと、あと、スーベニアでないんですけど、このコースターも、なんか、こんな感じ。こんな感じ。これ、ドリンクホルダーなんですけど、こんな感じ。なんかこのプラスチックというかゴムというか、この素材のコースターも、うん、あったっすね。
で、磯野さん情報系 YouTuber 受け身ってそれ視聴者やないかいって見る方やん。それ言ったらみんな情報系 YouTuber になっちゃうやん、受け身だったら。面白いね。では細野さん数名にありましたねってことで、ありました、あったんですね。私はまだまだその頃は歴が浅いんでよくわからないんであれですけど。で、リアル育成ゲーム的な感覚、最終目標は完全なディオタ。まあいいんやないですか。もうでもこういうこと知ってるのは、わあ詳しいねって普通の人には言われます。だから昨日もそのお食事をご馳走になってて、何今日どこ行くんですかこれからって聞いて、で、あれ、いやいやいや、ディズニーの新グッズが発売されるから行くんですよって言って、あ、新しいエリアのやつですかとか言われて、なんだっけ、みんなね、やっぱ新しいエリアのことを思ってるんですよ、もう普通の人は。でこういう夏のグッズが販売されたっていうのは、やっぱこうディズニーが好きだから、まあ、知ってるわけねっちゅうことで。普通の人から見たら私ももうその D をタッチやつかもしれないですけど、まあまあでもこの並みいる先輩方に比べたらまだ全然なんで恥ずかしいってことでもう、はい。で、XB さんのやつさん、なるほどってことでそれはどこになるほどと思ったのか、私は育てるってことがなるほどと思われたのかな、恥ずかしい。で、クリスさんどうも、クリスさんどうもこんばんは、はい、お疲れ様です。今日も水でやってますけど、まあ、乾杯ってことでお疲れ様です。で、言い方があれだけど、このチャンネルにおいてはどうせ船長だし知識そんなないしで、解決して知らないなら吹き込めって感じで、で公式もインフルエンサーも完全にファンタジースプリングスでもちっきりだからしゃあない。そうですね、そうそう、みんなファンタジースプリングスって言ってる中、この夏のグッズを喜んで買って、はい、楽しんでるっていうところがまたこの私の、いやだって言ってみたらファンタジースプリングスのグッズは今先ほどXB さんも言われてましたけど、多分あるっすよね、今後もあると思うんですけど、今この夏のグッズはやっぱ今しかないんで、今しかなかったらもう今買わなきゃまずいでしょと思ってこっちに投資しましたで、イソングスさん、それに今年の夏の大きいイベントやるわけでもないです。あ、そうなの？なんか夏のなんとか、なんかびしょ濡れなんとかっていうのは大きくないの？あ、書いてあった。ベイマックスの無人パレードと一部のアトラクションがバージョン変わるぐらいで。ああ、そうですよね。ベイマックスの、あれも、ダンサーさんとかが、まあダンサーさんじゃなくてもいいんだけど、誰か出てきて水鉄砲をぶっ放す的な、こうなんかそういうやつがあったらまたちょっと楽しさがあったりするかもしれないですけど、まあ難しいでしょうね。もう今このでまたむちゃくちゃ暑いんで、今日も前浜めっちゃ暑かったっすよ。で、まあ、違うと思いますけど、なんかドクターヘリみたいなのも飛んでたの見たんで、だけやばいんでしょ、やばいと思いますよ。だってもうお昼のハーモニーカラーのあれパレードをスマートフォンでは撮りきれないですね。熱暴走してスマートフォンが途中で止まっちゃうんで、そのぐらい暑いっすね。だけちょっとこの時期は体調を気をつけながら楽しまなきゃいけないかな。
で、細田さん、コロナ前の夏のイベントはもうやらないんでしょうか。なんとなく夏っぽくない気がして。あ、なんかやらないみたいですよ。ディズニー、なんかそれ、なんかヤフーニュースかなんか出てたけど、ディズニーシーもとりあえずハーバーグリーティングって言って、ね、船に乗ってミッキーたちが出てくるやつと、もうビリーブのみなのかな、そでしょうね。で、昔はなんかジェットスキーとかあって何とか出てたけど、まあ、人がいないのかちょっとわからないですけどね。それはちょっとやらないみたいな感じでヤフーニュースには書いてありました。あとはまあもうやるやつにあるやつに行くしかないんで、そこはもうちょっと諦めるしかないですね。もうで、イソングスさん、スプップって何だろうか。スプラトゥーンのこと、スプップって、スプーキーブーパレードのことか。スプーキーブーパレードとクリスマスストーリーズとかパルパルーザと比べたら全然小さいでしょ。あ、そうなの。まあ、確かに今のドナルドのパルパルーザは私入り口とトゥーンタウンでしか見たことないんで、こんだけ行っててで、わかんないんですけど、だからちっちゃいんだあれ。あ、スプブ、でもハロウィンのパレードも今のあれのパレードもめっちゃ私は好きですけどね。パレード全体がもう好きなんで、もう何でもいいんでパレードやってくれたら、そこはもうわがままも言いません。とりあえずパレードやってくれれば嬉しいですってことで。で、XP さんですが、大学でマーケティングの授業内でトレンド予想のランキング、先月頭はファンタジースプリング圏外だったのに、今月頭なんてファンタジースプリング6位ぐらいになる。やっぱそれぐらいやっぱメディアがやや言ってるのと、あれでしょうね、みんながファンタジースプリングスなんか言ってるじゃないですか、なんかもうマイナス的なことばっかりまず入れない、 DPA が高いで、なんかホテルが30万、まあホテル30万は高いと思いますけど、ディズニーの入園料の1万円っていうのはそんなに言うほど私は高くないとは思ってますね。だってそれこそこの前西武ドームにプロ野球見に行ったんですけど、もう、まあ、席によりますけど、私が連れていた席は1万円以上する、結構もうそのキャッチャーの真後ろぐらいの結構いい席で、1万円以上する席で見たし、そこで食べたご飯もなんか1500円2000円ぐらいするんですか。で、飲み物はもう800円とかですよ。で、ジュースはペットボトルの水が400円やったかな、300円やったかな、ディズニーより高と思ったんで、そのぐらい高いんで、まあ、そんなに言うほどディズニーは高くないんじゃないかなと私は思います。で、イソングスさん、違う、ハロウィン、クリスマス、パルパルーザと比べたら、あ、夏のイベント、ああそういうことね、ああそういうことですか、すいません、はい、失礼しました。で、トラさん、ダッフィーの水上ショーはありますかね、まだまだ見たことない。あっと、多分秋ぐらいになったらあるんじゃないの、また。あれ秋でしたよね。秋になったらまたあると思いますけど、なんかもうちょっとジェットスキーとか出てこう、わちゃわちゃした方がなんか楽しいんでいいかなと思います。で、XB さんです、そういや昨日かおとついハーモニーから熱バージョンになったらしい。え、XP さん、それ熱バージョンってことは何ですか、ダンサーさんがいないってこと、どういうこと、もうキャラもいないってこと、それつらいな。でも暑いからしょうがないですよね。昼の12時からか1時ですよね、今ハーモニーから無理ですよねこの暑い中ダンサーさん一周で大体30分ぐらいかけて回るんですかね、あれ踊りながら回るんで、熱中症にダンサーさんになっちゃいますよね、うん。で、XP さんですが、ベイマックスでフロート2台でフロート運転する以外誰もいない。いや、そうですね、いないですね、あれ。
いや、だからあれがね、なんかドナルドのやつとかみたいにメガホン持っとるダンサーさんとかいるじゃないですか。ああいう人がこうバズーカーで水をぶっ放したりしてたら、またちょっと楽しさはね、増すんじゃないでしょうか。富士の寅さん。ああ、富士の寅さん。そうなんですね、がっくしは、多分。ダッフィーか。あ、ダッフィーないんだ。ああ、これ、磯村さん、すみません、飛ばしてましたね、ここ。磯村さん、多分ダッフィーの出場者ないんだ。現時点で小スケジュールに記載がないので、ああ、そういうことね。それまた辛いっすね。辛いな。ディズニーシーがなんかちょっと今、なんかちょっと微妙かなと私は思ってますね。今なんかわかんないですけど、ミニーちゃんのグリーディングも今中止になってたんで、もうそれが一番ですね。なぜこの週末土日、パークに行かなかったかというと、ディズニーシーのミニーちゃんのグリーディングがお休みだったんで、はい、ミニーちゃんに会えないパークは行くあれがないなと思ったんで、ちょっと行かなかったですね。で、トラさん。そうなんですね、がっくし。あ、これ読んだか。ごめん、読んだ、読んだ。すいません。で、クリさん、暑いと熱キャン心配だし、雨も嫌だし、不安定だと、パレード好きには大変な夏です。そうですね。いや、ほんとそう。で、待っとくのも大変ですよね。パレードを待っとって、具合が悪くなったら嫌だし、でも、適当に休憩しながらやんなきゃいけないんで、そういうのもあるんで、まあ、確かにね、暑いですからね、外なんで基本。今この時期は、おとなしくしとくんですかね。おとなしく秋葉原に行ってパソコンとか見とった方がいいかもしれないですね。 はい、そういうことで、イソングスさん、開園時間と閉園時間、夏だけ1時間ずつ出せば全然夏、夜にイベントぶち込めると思うけどな。それこの前 XP さんもそれ言われとったんですけど、やっぱ遅い時間になると電車で来てるキャストさんとかが帰るのが多分大変と思うんで、今でもだって9時って言いながら実質10時までになんかごちゃごちゃやってますよね。だからそれが帰るのが大変になっちゃうんで、多分もう今の時間で行くんじゃないですかね。と思います。で、細田さん、最近は殺人的な暑さですからね、キャストさんの体調も心配です。あ、そうそう、いや、本当そうなんですよ。本当そう。そのダンサーさんとかもそうですけど、キャストさんもですよね、基本炎天下で外で仕事してるんで、まあ、皆さん腰にこういう多分水筒は多分全員持つように、多分あれもそういうふうに決められてると思うんですけど、水筒を持って仕事されてるんで。で、特に多いのが夏はね、夏に行ったら、まあ、私の勝手なイメージですけど、なんかね、まあみんなほら少なからず暑いにイライラしてるじゃないですか。だからそのイライラをキャストさんにぶつける人が夏は結構私がはよく見ますね。もう目に余るなんかわけのわからない人とかもいっぱいいるんで、夏のそういうのはキャストさん本当もう心も体もちょっともうしっかり休んで、仕事に当たっていただければと思いますね。それは結構夏の時期は思いますね。空港とかでもめっちゃ見ますよ。なんか夏だけか知らないけど、時間ギリギリになって呼ばれて 飛行機乗れませんって言われて、二度とこの航空会社使わねえとか言って、そこでギャーギャー言ってる人とかですね それ去年か一昨年も見たっすね。で、ずっと名前呼ばれてるんですよ、空港で。なんとか便乗船のなんとかさん、なんとかさんってずっと呼ばれてて、で、あ、なんとかさんって人来ねえなとか思いながら 飛行機待ってて、なんか勘違いしてるんですかね。電車じゃないんだから、10時発だったら10時に行けば乗れないんですよ。そんな、僕普通知ってると思うんですけど、そういう方がいらっしゃって、客室乗務員さんにめちゃくちゃ文句言ってて、この人も そう、飛行機乗ったことないですよっていうのを、そこで全員みんなにやってて、
ああいう人になったらダメだよっていうのをやってる人っていうのもこの夏の時期はとに特にやっぱ多いんで、まあ少しでもキャストさん の、 心の支えになればと思って今回はすいません、お土産いっぱい買いましたんで、これで私の少ない金額で悪いんですけど、臨時ボーナス出たらそれで美味しいものでも食べてください。はい、ありがとうございます。でどこだったっけ、これか、 XP サンダースさん、熱バージョンはありがとうございます。徒歩キャラとミニフロートカットって感じです。ああ、あれがないんだな、あれがないのか。ああいうやつがないってことね。バズとか、バズの次なの女の子のやつとか、ああいうやつとかがないで、大きいやつばっかりってことか。はい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 。で、イソングスさん、C はファンタジースプリングスの水上グリーティング9月までやればだいぶマシになるのに。あれ、7月いっぱいじゃなかったっけ？ですよね。ダッフィーのイベントはあくまでリーナベル追加後初めて夏を記念してやっただけなんで、どうしても見たいならワンダフル、ワンダフルフレンドシップケープコットオブのクックオブのショーレストランで、ああ、はい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 、あそこでもなんかやってますよね、ショー。で、コロナ前10時閉園だったが、帰る時間はどうにでもなると思う。ああ、そういうことっすか。いや、それあれじゃないんですか。10時閉園で、10時にみんな帰れてました？なんか、あれじゃなかったんですか。今みたいに、じゃあ結局11時までとかやってるんじゃないんですかね。それまたわかんないですね。で、XP さんのやつさん、年々暑さが増してきて、ポップコーンワゴン、それは思うっすね。はい、ポップコーンワゴンも、もう暑いんで、皆さんもうお疲れ様ですってことで。はい、もうやばいでしょ。ポップコーン作ってるのも熱いと思うんで、まああいうキャストさんも具合悪くならないようにやりましょうということで、時間厳守は D オタだろうがそうじゃなかろうが一般常識、ああそれが守れない人がもういっぱいいるんで今は、まあ、日本人の方、なんか前はね、海外の人が変な人が多かった気がするんですけど、最近は申し訳ないですけど日本の方の方が変な人が多いですね。この前ちょっとショート動画も上げたんですけど、パレード中に離席していく人とか、めちゃくちゃ人が密集してるところでシャボン玉をぶっ放してる人とか、何なんですかね、変わった人が増えたっすね。もうってことで、トラさん、ショーレストランさんに行ってみますってことで、船長お時間がってことで、そうですね、お時間ですね。時間厳守は今 XP さんのこの言葉がもう全てですね。時間厳守は D オタだろうがそうじゃなかろうが一般常識ということで10時4分過ぎてますんで、4分過ぎちゃいましたんではい、まあ、そんな感じで、まあ、今日も、まあ、楽しい配信を、個人的には楽しい配信をさせていただきました。ありがとうございます。ということで、XB さんですね、熱バージョンだったらハーモニーカラーは見れるけど、そもそもバズライトイヤーがいないんじゃ意味ない、なんで構成にしたんだよ、オリエンタルランド社ってまあそれはまあちょっとまだちょっとよくわからないということではい、またその話になっちゃうんで、その話しちゃうと辛くなっちゃうんで、やめましょうね。もうあともうちょっとあるんで、バズあるんで、それ楽しみましょうということで、ですね、今日はご参加いただいた皆様、コメントいただいた皆様、ありがとうございました。XP38 さん、かぼちゃさん、トラさん、イソングスさん、細田さん、もちちもちさん、くりさん。で、今日もですね、コメントは、ちょっと今日ちょっとまだやってないですけど、おそらく聞いていただいてる、舞さん。いつもありがとうございますということで、はい、皆さんお疲れ様でした。あ、かぼちさんありがとうございました。イソングスさんお疲れ様でした。トラさん楽しかったよって、トラさんありがとうで、クリさんお疲れ様でしたということで、はい、今日もね
まあ、いろいろ楽しみましたということで、また次の配信でお会いしましょう。で、何言おうとしたんだか忘れちゃったんで、もう終わりにします。何か言おうとしたけど忘れちゃった、今。あ、何だったっけ、忘れたわ、もう。ごめん。で、XB さんですね、こっちは時間厳守しなくていいですよ。重要度低いんでって。あ、まあいいです。そのぐらい緩くやりましょうってことで、あ、舞さんいますってことで。はい、いつもご出演いただきありがとうございますってことで、はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ、ミッキーちゃんの足を見ながらお別れしましょう。はい、お疲れ様でした。乾杯。